ケン君通り、紫のウリンりン町から撮影立てク通りは、京都市北区の東西の通りの一つである。井の熊通ツの交差点から、船岡山のケン君神社に通じる、わずか400メートルの短い通りである。ほぼ離合可能な福音を有するものの、前線を通じて、西行きの一方通行となっている。ほぼ平行してきたから、ケン君北通り、ケン君北中通り、 県君通りと並ぶ。大宮通との交差点には、今宮神社御旅所書や若宮神社が鎮座している。かつて、昭和初期に、土地区画整理事業が実施されるまでは、両社とも並んで南向きに建てられ、大宮通の突き当たりとなっていた。そのため、周辺は、大宮頭と呼ばれていた。この大宮頭は、西人食器行地の北の一角に位置することから、江戸時代以降は、 商業地として栄えていたという。しかし、時代の変遷とともに、一般の民家へと置き換わっていった。県君北中通り沿いの、知恵公院通りの交差点を西に少し進んだ民家、前に、常範囲と掘られた石が置かれている。これは、時は化粧維とも呼ばれ、時は午前が化粧に用いた井戸とされている。また、この横を左折して狭い路地を進むとが礫が積み上げられた。 丸いつか、い、かけつかがあり、ここに、時は午前の着物がかけられたという伝承が残っている。県君神社に通じることから名付けられた。京都を感じる日々、ここ往来パート1、京都非観公明書案内大宮頭の神社と、旅書京都を感じる日々、ここ往来パート1、京都非観公明書案内紫野の,の時は午前、ゆかりの井戸跡と,と謎の小さな塚。ありがとうございます。